アイドマスカイチストイックな怠け者てっけてっけです。あいとして対一新人ちゃんですね。あ、ちょっと気を抜くと対応つって呼んじゃうんで、ちょっとね気合を入れながら収録しなきゃなと思ってますが、まあ新人ちゃんって呼びましょう、この子は。はい、新人ちゃん、はい、今回もしっかり登用してきて、まあ、ある程度覚醒なんかもしてきました。まあちょっと6覚醒しましたが、正直5覚醒までで良かったかなって気がしますね。まあ戦役ボス目線だと、まあ5覚醒までである程度硬さは作れるんで、まあてか戦役だけで考えたらもう2覚醒でスキル2の撃退までばらまければ OK なんで、まあ戦役だったらもう2覚醒とかでも OK ですね。まあスキル1で暴走を味方につけてスキル2で撃退をばらまくというだけできれば OK なんで、でまあボス戦とかだと特にボス戦の2000ステージ以降2050ステージまで目指していくのであれば、もう確実にできれば7覚醒までして、まあ、このキャラクター固くしておきたいですね。まあ、5覚醒でもいけそうですけどね、このキャラクター。で、今回の動画では、こちら、対一新人ちゃんがゲームに出てきて、また戦役の新しい組み方なんかのバリエーションが出てきたので、まあ、それを一緒に見ながら、まあ、どんな人は対一新人ちゃんを登用すべきで、どんな人は見送ってもいいのかっていう話ですね、していきたいと思います。まあ、結論から言うと、対一新人ちゃん、登用すべき人は、まあ、暴走キャラクター、そして撃退キャラクターを持ってない人であれば、もう基本取りに行っていいキャラクターだなと思います。で逆に言うと暴走キャラクターだとか撃退キャラクターなんかをすでに持ってるプレイヤーさんは、まあ、見送ってももう戦役だったりサブ戦役でもう入れる場所がない人は普通に見送っちゃってもいいのかなっていうところですか。まあ、その見送ってもいい方の中でちょっとこの後また動画出しますが、源の義経ちゃんを使ったコブループっていうボスの突破戦術でボスを2050ステージまで進めていきたい人は、まあ、被ってたとしても登用した方がボス戦が進めやすくなるのでおすすめだったりしますが、まあ、基本的にはもう暴走キャラクター撃退キャラクターを十分持ってるかどうかで登用の判断しちゃっていいのかなと思います。まあ、やっぱりスキル1で暴走、スキル2で撃退ができるっていうこのバッファーとしては神のようなスキルセットですねは超優秀なので、まあ、暴走撃退キャラクター持ってない方は、まあ、普通に登用を狙っていっちゃっていいキャラクターだと思います。で、まあ、特に今回何パターンか新世代デッキお伝えしていきたいと思いますが、この新人ちゃんが来たことで一番デッキとして嬉しいのはアマテラスですね。はい、ちょっと一回このデッキでどういう風に活躍していくか見ていきますか。はい、見ていきましょう。まず敵の全体攻撃で味方が全体が落ちたところに、はい、白卓出てきて七星をアマテラスとリュウビちゃんに付与していきます。でそこから対一新人ちゃん出てきて暴走をまたアマテラスとリュウビちゃんにつけていくと、でアマテラスが祝福を自分自身とリュウビにつけて、はい、これで祝福と暴走と七星の3つのバフが作れました。で上杉とかビシャモンテンとか使ってるとバフここでおしまいなんですが、さらにもう1体ですね、はい、アマテラスの場合は祝福自分自身で使えるんで蓄力キャラクターの大使命を出す枠があると。はい、からリュウビちゃんのコブの重ね掛けで、ゴーキちゃん重要ですね。アマテラスは角クリキャラクターじゃないのでクリー率を少しでもアップさせるために、はい、ゴーキちゃんの幸運をアマテラスにつけます。でこれで幸運も乗ったんでアマテラスめちゃくちゃクリティカルが出しやすくなりました。であとは白卓が箱をばらまいていって、で対立新人ちゃんがスキル2で敵に撃砕をばらまけるので知力値で勝つ必要ありますが、しっかり撃砕ばらまきうまくいけば、であと連撃なんかもね結構威力あるんで落としちゃったりしますが、まあこれ落とせなかったとしてもアマテラスが必中でスキルに殴れるので、まあ大体30億ぐらいの敵の HP に対して範囲に対する2回攻撃、あ一発で70億出てますね。これ2回範囲に対してやれば140億ぐらい出てますか。はい、っていう感じで、まあ必中キャラクターのアマテラスに対してまあ、バフ4種類ですね。祝福と七星と暴走と蓄力をリュウビちゃんに重ねて超高火力にした上で殴れると。はい、でちょっと1個注意点としてはこちらアマテラスちゃんの位置ですね。はい、これ右にこういう風にずらして後ろにしてしまうと今68秒だったのが時間ですねの問題がややシビアになってきて、はい、これ69秒となってしまっていたり、はい、新人ちゃんが敵1体落とせなかったりしたら70秒になってしまったりして、まあ、新人ちゃんのスキル2が8回攻撃と攻撃回数が多く、白卓も攻撃回数が多いキャラクターになるので、でさらにアマテラスのクリティカル率を上げるためにゴーキちゃんなんかを入れると、まあ、このキャラクターも攻撃回数時間食うので時間がそのせいでかなり圧迫されて70秒とかになっちゃうんですよね。なんでアマテラスの位置ですね、ここがおすすめです。はい、ここなら68秒時間が出ると。でまたは、まあ、復活キャラクターの白卓だとか、まあ、新人ちゃんももし復活できるのであれば前とかに置けば応援出しで出す時間のロスが減るので、まあ、こうすればアマテラスおそらく後ろに下げたとしてもゴキちゃん使った上で68秒ですね出せると思いますので、まあ、白卓なんかを互覚醒していて、まあ、落ちない白卓にしておけば、まあ、そこら辺も問題ないかなと、まあ、ちょっと心配してた時間問題に関しても、まあ、アマテラスの位置ですねなんかを工夫したり、まあ、応援出しに出してたキャラクターをフロント出しにすることで時間のロスを減らしてなんとか68秒キープいけるかなっていうようなとこですか。まあ、ちょっとアマテラスのスキル2が今この今回の検証だと範囲に対する1回攻撃目で落とせてるので、範囲に対して2回攻撃するとなると、まあ、やっぱり前に出しておいた上で
タイツ新人ちゃんなんかもこういう風に出して、大使名ちゃんなんかもこういう風に出した上で、なるべく応援出しですね。なんかをなくした方が時間的には良さそうですけどね、こういう風に。まあみんな一応復活や致命無視ができるキャラクターたちなんで、フロントだしいけるんで、まあ、この形目指していくのがいいのかなと思います。はい、じゃあ旧200ステージ以降バリアがある敵に対してだと結構攻撃にも時間かかってしまうので、はい、アマタたちのスキル2を2回打たなきゃいけなくなりますが、はい、範囲に対して1回目バリアを、まあ、壊すのがやっとというとこから範囲に対する2回攻撃、まあちょっと2体も先に落ちちゃいましたが、これで時間余りが4秒、あとまあ2体分の攻撃の時間はありそうですが、マジでギリですね。範囲に対して2回攻撃やるとなると、はい、そう考えるともう応援出ししてる場合じゃないですね、このデッキで。範囲2回攻撃までかかるような敵を相手にする場合には、まあゴキちゃん使う場合、まあとはいうものの、まあ今までかなり難しかったアマテラスを使う場合に祝福キャラクターの急転原女ちゃんが被ってるんで、キューちゃんを使わなくなることで撃砕ができなかったっていうのが、新人ちゃんが入ったことで撃砕も使えるようになりましたよっていうところですね。なんでここの部分、まあ、例えば暴走キャラクター、コキビみたいなキャラクターがこういう風に出てくる場合ですね、に関しては撃砕キャラクターを別途、まあ、例えば白鬼みたいなキャラクターをこういう風に応援出して出して撃砕キャラクターを用意する必要があったので、まあ、そうなるとゴーキちゃんですね、出す場所っていうのがなくなってしまって、まあ、コキビなんかを無育成にしておけば敵の全体攻撃で落ちてくれるので、まあ、コキビが落ちた枠2ターン目ゴーキちゃん出すっていうような流れはできないことはないですが、まあ、コキビなんかもボス戦とかを考えたらちゃんと覚醒して長生きできるようにした方がボス戦突破やりやすくなるので、まあ、覚醒してる人が多いかなという中、コキビが落ちてくれないとゴーキちゃん出す場所ないしみたいな感じで、アマテラスの、まあ、クリティカルですねなんかがちょっと出しづらいような状況でしたが、まあ、今回ここの部分が、まあ、新人ちゃんが入ることで、まあ、撃砕と暴走が一気に解決したことで、まあ、白鬼そしてコキビの2体が削れて、こんな感じのかなりスッキリしたデッキ組みがしやすくなったというところですね。まあ、ただ白鬼やコキビ持ってた人がわざわざ新人ちゃんに変える必要は戦役目線では全くありませんので、まあ、なんならこちらのコキビですね、もし無育成無覚醒で敵のスキル1で落ちるようにしているような設計にしてた場合、1旦目ですねリブちゃん味方の人数が少ない方がコブの重ねがけの威力強くなりますので、まあ、むしろコキビにして落ちてもらっといた方がコブが強くなるって意味で、新人ちゃんより合計火力上がったりもしますので、まあ、コキビと白鬼みたいな感じで持ってる人はもうそのままでいいと思います。新人ちゃんに変える必要はないかなと、アマテラス使いの方でも。あくまで聖域目線だと、まあ、特に暴走キャラクターですねに関しては今サブの方が超運ちゃんがかなり強いキャラクターなんで、このキャラクター自前暴走ができるキャラクターで、暴走そんなに必要としてないんですよね。なんであんまり暴走2体ですね持つっていうのもおすすめではないので、まあ、超運ちゃん使う方だとか、あとスタノーなんかもサブ戦役めちゃくちゃ強いキャラクターですが、超運やスタノーを使う方はもう暴走キャラクターそんなにおすすめじゃないので、まあ、サブで例えばビシャモンテン使う方とかであれば暴走キャラクターいた方がいいですが、まあ、超運やスタノー使いの方は特に暴走キャラクター2体かぶりはもったいなすぎるんで、まあ、暴走キャラクターは1体いればいいかなっていうところで、まあ、今回登用するにあたってはそこですね、暴走かぶり撃砕かぶりがあるかどうかっていうところですね、まあ、なければこんな感じで割とスリムなデッキ組ができる形になります。はい、そして、まあ、撃砕枠新人ちゃんが担当してくれるんで、サブの方に撃砕そして祝福が使える急転原料なんかを連れていくこともできますね。まあ、サブに撃砕が足りなかった人なんかはキューちゃんがこっちに移動するいい口実になるので、まあそういう意味でも、まあ、キューちゃん持ってる人なんかはこんな感じでサブの方に使ってみるのもありですかね。まあアマテラス持ってる人はあんまりキューちゃん使ってないと思いますが、はい、ちなみにこちらのデッキに関してはリュウビちゃん最大攻撃力561万で、アマテラスは474万の攻撃力、まあ、細かいステータスこんな感じのアマテラスちゃんですね。まあ、このアマテラスちゃんとリュウビちゃん今戦役9 200ステージ以降バリアがあるようなところも倒すことができていたという感じで、まあ、やっぱりちゃんとクリティカルが出ればアマテラスマジで強いですね。500万ぐらいの攻撃力でバリアのつく戦役ステージ増せてしまうと、はい、であと注意必要なのは新人ちゃんですねに関してはスキル2で敵に知力値で勝ってると状態性無視 100% をしながら撃砕がばらまけるので、逆に言うと知力値で負けてると耐性無視ができないので、はい、このキャラクターに関してはある程度知力の育成ですねなんかもした上で、まあ、高めの知力を作っておく必要があります。まあ、これは専属武器なんかも作れば知力値もうちょっと上がるんで、はい、今回ちょっと専属武器お下がりのでとりあえずやってますが、まあ、専属武器なんかもつけてあげるといいですね。まあ、一応このキャラクター自体がスキル2で自分自身に暴走をつけるんで、この暴走で 1.6 倍知力値アップするんで割と育成は楽だと思います。はい、その他大使名ちゃんがプラス互角性の600万ぐらいの戦力、はい、白拓も900万ぐらいの戦力で、まあ、こんな感じですね。はい、まあ、ゴキちゃんは応援出して幸運をつけるお仕事をするだけなんで、無育成無覚醒でアマテラスデッキはいけると。はい、じゃあやっぱり戦役といえばビシャモンテンですね。はい、ビシャモンテンデッキの場合どうすればいいかちょっと見ていきますか。はい、まあ、こちらの場合に関しては今までですねよくあるデッキとしては、まあ、この急転原女ちゃんなんかを入れて、まあ、あとコキビですねなんかをこんな感じで入れた白拓コキビキューちゃんビシャモンテン劉備で応援出し、まあ、ここの部分にゴーキちゃんじゃなくて、まあ、大しめちゃんみたいな蓄力キャラクターですねなんかを入れて、まあ、さっきみたいに劉備ちゃんに4種類のバフをつけることはできませんが、応援出しで蓄力をつけて
戦わせるっていう戦い方が主流でした。キュちゃんがスキル2で撃砕ばらまけるんで、祝福撃砕、そして七星破壊ですね、によって撃砕と破壊がちゃんとある上でバフを持っていけるので、まあ、この2人がフロントにいると。で、暴走キャラクターが足りないのでコキビかニビアンを採用するっていう感じですね。あとはで、まあすでにこの組み方ですね、されてる方に関してはもうこの組み方で全然問題ないので、この場合は新人ちゃん登用する必要は全くないかなと思います。戦役目線においてはサブの方超運ちゃんとか使ってて、自前で自分に暴走をつけれるキャラクターなんかは持ってればなおさら新人ちゃんは必要ないので、こういう方に関しては新人ちゃん無理して取る必要はないと思います。見送るべき人もしっかりいますので、まあ、ぶっ壊れキャラクターではありますが全員が全員取るべきではないので、その点はご注意ください。で、まあこの毘沙門天デッキでもしコキビや宮廷幻女なんか持ってない場合ですねに関しては、新人ちゃんが入ることで、まあ、コキビの代わりですねの位置に入ってきて、まあ、暴走役と撃砕役をやってくれるので、まあ、祝福と撃砕の宮廷幻女の撃砕が必要なくなるので、まあ、代わりにここの部分に関しては別の祝福キャラクターですね、ウッドハートだとか、まあ、そういった強力な祝福キャラクターですねが入れられると。で、この場合ですね、祝福の攻撃力アップ 50% アップなので、それだったら大使命ちゃんの攻撃力 80% アップの方が劉備のコブの重ながけをする際威力が強くなります。なんで祝福キャラクター宮廷幻女みたいにスキル2まで生きてなきゃいけないキャラクターを使わなきゃいけないっていう縛りから解放されたので、祝福キャラクター後ろに回せるんですね、応援出しに。で、大使命だとか、まああとダッキーに関しては、まあ、これ例えば無育成無覚醒のダッキーとか大使命使えば、まあ、応援出しなんかで出てきてスキル1打ち終わった後落ちてもらえば、まあ、さっきのコキビと同じように味方の人数4名の状態で劉備ちゃんのコブを打つことができるので、コキビの代わりに新人ちゃん入れたら人数の関係で威力落ちるじゃないかっていう意見あるかもしれませんが、その分蓄力キャラクターですねの部分が退場してくれれば人数的な問題は解決されますので、まあ、特にダッキーなんかを使ってる方ですね、おそらく無育成の方多いと思うので、まあ大使命ちゃんなんかはボス戦のために覚醒してる方かなり多いと思うので、まあ、コキビ同様私的には戦役落ちてもらった方が火力強くなりますが、基本的にはボス目線だと覚醒してあげた方がいいと思うので、フロント5人でコブを打ってもらう形に甘んじてもいいのかなって思いますが、ただその場合においても祝福キャラクターがフロントから外れることで 50% の攻撃力アップのパスを劉備につけるのではなく 80% の攻撃力アップのバフを劉備ちゃんにつけれるんで、まあ、コキビみたいなキャラクターにして落とすっていう戦術を取らなくても、ある程度火力担保ですね、蓄力キャラクターでもできると。ちょっと計算してみますか。はい、こちらの表が、まあ、コブの重ね掛けをする場合に、まずこちらですね、今回の新人ちゃんを使った場合ですねの主力のスキル2の火力、はい、っていうのを書いてますが、見てもらいたいのはここの行ですね。これ主力の例えば、まあ、毘沙門天と劉備ちゃんの攻撃力が、まあ、同じぐらいの育成具合1対1だった場合ですねのシミュレーションを見ていきましょう。今回新人ちゃん使うので、新人ちゃん使った上で例えば大使命ちゃんみたいな落ちないキャラクターで5体生存した状態でコブをする場合ですね、まあ、コブの倍率 36% になるので、4名だったら 42% になるんですが、まあ、36% にしかならない場合、そこに暴走だったり七星で蓄力を乗せた場合のコブの重ね掛けの威力ですね、見てもらうと最終的に応援出しで祝福キャラクターですね、まあ、1.5 倍の火力アップまで乗せてスキル2で毘沙門天が打てる火力ですねっていうのは、毘沙門天の本来の力から見て 24.07 倍の火力が出せるようになります。で、一方で今まで通り宮廷幻女ちゃんを使って暴走役はコキビにして、でコキビはもう敵の全体攻撃でスキル1暴走を打ち終わったら落ちてもらって、味方4名でコブをする場合、まあ、つまり 42% の力のコブで応援出しの方に蓄力キャラクターを出す場合ですね、どうなるかっていうと、こちらの場合はスキル2毘沙門天が出せる火力、毘沙門天の本来の力の 23.62 倍ということで、実はコキビに落ちてもらうパターンのコブの重ね掛けをするより、今回の新人ちゃんを使った方がスキル2の毘沙門天の威力上がりそうなんですよね。まあていうかほぼ同じぐらいになりそうだなというところ、はい、という感じになるので、まあ、今までのように暴走キャラクターコキビの方が落ちてくれてよかったんじゃないかっていう意見に関しては、コキビと宮廷幻女を使ってる場合応援出しに蓄力キャラクターを持ってかなきゃいけなかった、まあ、この形のせいで劉備のコブの重ね掛け自体が、まあ、キューちゃんの祝福が 1.5 倍と弱いので、弱かった部分が前に蓄力キャラクターを出してコブを強くできる分、まあ、5体でもある程度賄うことができるという計算結果に一応なりました。ちょっと今回検証まではしてないので、本当にそうなるかどうかは私も確かめていないので、まあなんか計算してるなぐらいで、もしかしたら計算ミスがあるかもしれないので、あまり当てにせず、まあ大体同じぐらいになるんじゃないかって敵だけは思ってたなっていうぐらいで受け止めてもらえれば嬉しいです。まあシンプルにコキビ使う場合でも私的には覚醒してあげた方がいいかなと思ってますし、まあ、今回の新人ちゃんに関しては今言ったように祝福キャラクターを後ろに持っていくことができるんで、まあ、その分コブの重ね掛けの威力が蓄力のおかげで上がるので、心置きなく新人ちゃんを覚醒させてタフな新人ちゃんを作ってボス戦突破なんかにも参加させられるので、まあ、新生デッキとしてはこんな感じで、まあ、組んでいくのがいいのかなって気はしますね。ちょっとウッドハートだと強くなりすぎるんで、チョコメちゃんとかにしてみて、さっきと同じく1150ステージですね、まあ、バリアステージ
で毘沙門天使ってみて68秒、後ろ持ってってもどうですかね。68秒になりますね。ちょっと弱い子を出してみますか。応援出しにすべく弱い子をこういう風にフロントに持ってきた上で毘沙門天、これちょっと時間怖いですね。ああ68秒なりますね。さっきみたいにゴーキちゃんみたいな連撃キャラクター応援で出さないで、チョコメちゃんみたいなシンプルなバッファー応援で出すだけなんで、まあやっぱり毘沙門天の場合は時間余裕ありますね、かなり。はい、ということで、まあこんな感じの新人ちゃんの場合は前に蓄力キャラクターを持ってきてコブの重ね掛けの威力を上げられるっていうのが、まあ新しい戦役目線で言うとコブの重ね掛けの威力を上げる施策になっているという感じですね。まあこれ例えばここダッキちゃんとかにして敵の攻撃で落ちるようにすれば、コキビと同じような味方4名でのコブみたいなこともできますので、まあ上げる余地もあるというところで、普通に新人ちゃんめちゃくちゃいいなと思います。まあただ何回も言いますが、あくまでまあコキビだとか、まあ撃退キャラクターの白鬼だとか、まあそういったキャラクターを持ってない方はっていう感じですね。もうすでに持ってるならそんなに無理して登用する必要はないかなっていうところで、まあ新世代デッキ、私的にはアマテラスデッキにおいても毘沙門天デッキにおいても新人ちゃんが来ることで、その役割ですね、新しいデッキの組み方なんかの風を吹かすキャラクターになってるなという印象を受けました。はい、参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。するおす。